っと鋼のメンタル。本田圭佑選手とかは10代ぐらいの頃の交流あって、南アフリカワールドカップぐらいでもうとにかく大ブレイクしてるんで、圭佑が日本帰ってくる時に日本で祝勝会やろうって言って、当時の話聞きたいじゃないですか、あの無回転のフリーキックとか、圭佑を囲んでサッカーの話をみんなで聞いてたんですよ。あの時どうだったどうだったって言ったら、その店にアヤマンジャパンがおめでとうとか言って集団で入ってきたんですよ。アヤマンジェットコースターって覚えてます？アヤマン監督がここに挟まってスカウトでこうやって右に曲がります左に曲がりますみたいのをケイスケにやり始めたんですよ。うわーと思って、それまでめちゃくちゃサッカーの話ですよ、あのコースはこう狙うべきだとか。でもアヤマン来て、うわーおめでとうワールドカップおめでとう、じゃあアヤマンジェットコースター入りますとか言って右曲がります左曲がりますとかうわーやって、ケイスケなんて言うかなと思ったら、バッてスカウトから顔出して、で、あのフリーキックなんだけどって話し続けたんですよ。めちゃ真面目だっていうね。アヤマンジェットコースターは何にもなかったかのようにしたっていうね。